スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。新さんがやはり行きました。6番ウォールローゼ、そして外からは14番カラオリビア、それからラストメッセージ。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、カラオリビアは4番手といったあたり、上手深夜、そしてその後ろからアベンタトール、先頭新さんが大きくリード。2番手にアベンタトール、7番上手深夜、先頭新さんが5馬身リード。アベンタトールが2番手、外から上手深夜、アイビーウッドスターも懸命に追う。アベンタトール先頭、3番ギャラリーファイナル1着アベンタトール、2着上手深夜。第1レース1着1番2着7番3着4番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。11番ダブルピースが先頭に立ちました。8番アイビーエンペラー、3馬身くらいの差をつけてダブルピースが先頭です。この辺りちょっと離れているベイビーターゲット。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。チョコラスターは4番手、先頭に踊り出すことができるのかどうか。フランクマジシャンが2番手、緑の帽子チョコラスター、先頭ダブルピースが2馬身リード。フランクマジシャン川下先頭に立った、内を通ってダブルピース、まだ先頭フランクマジシャン、チョコラスターも懸命に追う。ナイツオブラウンドが2番手、フランクマジシャン先頭、フランクマジシャンが1着でゴール番を通過、2着はナイツオブラウンド、3着チョコラスター。第2レース1着3番2着6番3着4番以上のように確定しました。
ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。ボルトカルドが先手を取ります。内を通って2番コジローミストラル、11番空飛ぶクジラ、それから8番エルサルバドル。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、マスタングスペシャル、直線の伸び足はどうか。先頭はボルトカルド、ケツノポリス、そしてその後ろからパメラ、ベンガルトラ。先頭に立った、内から懸命に、パメラ、内からボルトカルド、ベンガルトラ。先頭オレンジの帽子、空飛ぶクジラ、夜はココスダイモ懸命に追う。11番空飛ぶクジラ、2番手にエルサルバドル、エルサルバドルが先頭に変わった。1着ネズミ奇跡崩壊、2着エルサルバドル。第3レース、1着14番、2着8番、3着11番、以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。ショップラストーリーがやはり行きました。その外に4番エンドオブザワールド、一番後ろに霧島であります。そして一番人気のショップラストーリー、うまくいっているんではないでしょうか。さあ全国の頂点を極めるのは果たしてどの馬だ。先頭行く緑の帽子はショコラストーリー、ゴールドの子供も懸命に追う。黄色い帽子ヘビーモーターミは依然先頭、ショコラストーリー、ゴールドの子供が2番手、1番ゴーストヒットラー依然先頭、ショコラストーリー、白い帽子ゴーストヒットラー、ゴールドの子供が2番手、12番霧島、ピンクの帽子ゴールドの子供、ゴールドの子供が先頭に変わった。1着霧島。第4レース、1着12番、2着13番、3着14番、以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。ラプターがやはり行きました。そして外を通りましてミリオンフィルム、その後ろ3馬身くらいあって10番ジョインテッドクロー、ハグジはこの辺り。さあ全国ナンバーワンの栄光は目前、勝利の女神の祝福を受けるのはどれか。アンジュちょっとピンチか、内から懸命に連殺大の舞台、2番手にラプター、先頭チェンマイシュライン、チェンマイシュラインが1馬身リード、ラプター回して先頭に立った。連殺大の舞台が3番手、外から懸命に大の国王、赤い帽子ブランプシャングリラ、大の国王先頭に変わったか。ジョインテッドクロー先頭だ、外から懸命にブランプシャングリラ、1着ジョインテッドクロー。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に1番、3番、14番、12番、10番、以上のように確定しました。